今は天台宗のお寺になります。で、まあ、昔建礼門院様が院政されたことで、その後ずっと女性の方が住職を務められて、代々尼寺で、はい、来ております。創建は、まあ、今から1400年ほど前に建てられたと言われているんですけれども、歴史上に名前が出てくるのが平家物語が一番最初になります。まあ、建礼門院様が、壇の浦の戦いで助けられて、それから出家をされてこちらに移られたことで広く知られるようになったと言われております。はい。平清盛の次女で、高倉天皇に嫁がれて安徳天皇を生まれた方になります。で、壇の浦の戦いの際に、まあ、安徳天皇とともに海に入水をされるんですけども、源氏の兵に助けられて一人都に戻されて、ちょっと違うお寺さんになるんですけど出家をされて、都の喧騒から逃れるためにこちらの大原に移られたと言われております。建礼門院様がこちらに移られてから、その翌年の春ですね、周到高倉天皇の、お父さんになる後白河法皇がこちらに訪ねてこられて、まあ来られた時はちょっと山にお花を摘みに行かれてていらっしゃらなかったんですけれども、ちょっと会うのを嫌がってなかなか降りてこられずに、で阿波の内助様が呼びに行かれて説得をされて、しぶしぶまあ対面をされ、で自分の反省というかお六道になぞられて、まあ、語られたという場面になります。はい。そうですね、本堂とはまた別に小さな庵を結ばれてお住まいだったということで、でこちらがその庵の跡地になります。はい。まあ、こちらに移られた建礼門院様に大原の、まあ、地元の方たちが当時 その保存食というか赤しそと、夏野菜を漬けたものを献上されて、まあ、それを建礼門院様が見て紫の葉の漬物かということで言われたのが芝漬け、紫の葉で芝ですね、はい、名付けられたと言われておりますので、はい、それでこう芝漬け発祥の地とも言われております。まあ、阿波の内司様宮中の方でしたので、やっぱりその作業着というか脚飯の付け方であったりとかが、まあ、分からなかったのか少しこう違ったやり方で着られてて、で大原の女性たちがそれをの真似をしてこう始まったのが、大原名のまあ元というかになりますね。ちょっと時代によって多少格好は変わってるんですけども、まあ、始まりはその阿波の内司様のお姿を真似をしたのが大原目の風俗の始まりと言われております。まあ、受付入られて、参道が石段が結構特徴的ですので、秋は紅葉で春は新緑でこうもみじが彩るような形になります。で本堂の前のお庭っていうのが、右側の池というのがございますけれども、その平家物語大原五湖の時に登場する、お庭だと言われておりますので、まあ、それにちなんで右側の池、右側の桜というものがございますので、そちらもまあ見どころの一つかなと思います。で、まあ、こちらの建礼門院様のご安室跡、ここに住まわれてたんじゃないかなということなんですけど、やっぱり冬場はすごく寒くなるので、大変こう厳しい生活をされてたんじゃないかなっていうのが少しこう実感していただけるかなと思います。はい。まあ、境内ご覧いただいた後に、まあ、うちの当院の近くに、建礼門院様の次女である阿波の内司様たちのお墓もございますので、少しちょっと道が、危なくはなるので気をつけていただいて、もしよかったらお参りいただけたらなと思います。まあ、大原歴史のある土地ではございますので、歴史が好きな方はまた一人でもゆっくりご覧いただける場所で場所だと思いますので、お一人でも気軽にぜひジャッコインの方、大原の方までお越しください。